さあ、今日は久しぶりにこの湯豆腐桶で湯豆腐を作るぞ。まずは炭を起こす必要がありますね。どのぐらいあればいいかな。はい、まあこんなもんでいいでしょうね。そしたらね、はい、ここに、水を注いでいきます。水です。昆布を入れて、そこに水を注ぎます。飲むんですか。そして、この、火をですね、これをね入れていくんですね。もうなんとなく温まってきましたね。じゃあ早いうちにお豆腐を入れちゃいましょう。よいしょ。よいしょ。ね。豆腐はやや大きめにこう切るのがいいみたいですね。よいしょ。あと2つ。よいしょ。よし、こんなもんで。OK です。炭の熱ってのは結構強いですね。じゃあ蓋をして、はい、これ出汁が入ってるんですよ。出汁が、これをね、ここに入れて、こうやって温められるという、こういう優れものなんですな。で、温まったらこれを食べればいいと。あ、そろそろできたようですね。あ、そうだそうだ、せっかくなんでこれですよ、これ。せっかくお湯が沸いてるんだから、もうここにねえ、この隙間にね、豆腐の隙間にちょっとお邪魔させていただきます。こんな感じでこうやってお酒を入れちゃうと。大体湯豆腐なんていうのはあれですね、あんまり熱いちゃいけないんだよな。だからもういいんじゃないかな。もうちょいかね、さすがにもうちょい。ぬるかん。